ジョン・ハッサールは、イギリスのロンドン出身のミュージシャン。ザリバ・ティーンズの解散を経て、自身のバンド、イエテを結成する。担当は、ボーカル・ベース。ジョンは、幼少時、親が所有する大量の音楽レコードに影響され、音楽の演奏に目覚める。13歳の時に初めてビートルズを聴き、夢中になったと語っている。ビートルズのアルバムを年代順に買い続け、 ビートルズの影響を受けなければ、現在のミュージシャンとしての活動はなかったと主張している。学生時代にバンドに加わって、ベースを担当。レーザーライトのジョニー・ボーレルと授業を受けていた。その後、いろいろなバンドに加入する。当時、ピート・ド・ハーティとカール・バラーは、すでにザリバ・ティーンズを結成していたが、ベーシスト不在だったため、ベーシストを探していた。ピート・ド・ハーティは、 ジョン・ハッサールに興味を持ち、ジョンはバンドに加入。ピートがジョンに興味を持ったのは、彼の才能だけではなく、彼が適切な機材を持っていたからである、言われている。ジョン・ハッサール加入後、ドラムに、ポール・デュ・フールを迎え、ザリバ・ティーンズのメンバーとして2年間どんどんのいろいろな、ところで、寄付活動を行った。しかし、2001年の中頃に、ドラムのポールが、 金銭的理由でバンドを脱退し、ハサルも大学に行くためバンドを去る。しかし2001年12月に、ロンドンのインディーレーベルである、ラフトレードレコードとバンドが契約するときに、ベーシストとして再度加入。2002年6月、ザリバティーンズがシングル、ホワット・ア・ウェスター、アイ・ゲット・アロングをリリースして、デビューを果たす。 2004年のバンドの事実上解散までベーシストとしてプレイした。ありがとうございます。